あのフランスが強くなってきて、まあ、帝国が絶対主義が強くなって国が強いっていうのも、あと知識人がこう、まあ、宗教戦争で亡命したっていうのもあって、フランス文化が各地に発信されるようになったりして、ちょっと早く言ってるんですかね、あのこの先にフランスが文化的な優位を握る時代が来ます。1600年とか、まあ、1660年とかになるとフランスであの王立アカデミーっていう形で科学を奨励したり文芸を奨励したりする形で、あの国を挙げてフランス文化を行こうと、であのヨーロッパのサロン文化も全部フランス語で喋るみたいな感じがありますけど、それが大体この時期ですね。でそれがドイツもまあ両方国家でちっちゃい国であったんで、基本的にはもうこの影響を受けていたっていうのが、しばらく続きまして、でここでこっちがまた見直しが始まるというのがですね、ヘルダーっていう人がいますね。ヘルダー、ちょっとこれ消してください。この人が一応ナショナリズムの祖であるのではないかとか言われたりもするような人で、この人がドイツ民族のことを考えようというか、ちょっとそうやってまとめたらおかしいんですけど、イギリスに詳しかったんですけど、イギリスではこの中世のロマンス文学と今までが一応連綿としたつながりがあると、ロマンス文学に対する、まあ、解釈とかも、いっぱいなされてて、でしかりにドイツはどうかと、そういうのが全然ないと。ドイツにもその俗語文化があったはずだし、民族の文化があったはずだというふうなことを、まあ、言い出します。これが1775年、3年とか、6年とかそのぐらいの間に言うんですけど、でこの辺からまあちょっとロマン派にだんだん近づいてまいります。ちょっと遠回りしましたが、で、まあ、この人とかから始まるのがフランス古典主義、フランス模倣ですね。フランス模倣文化、に対して、まあ、批判をし出すと。でレッシングとかもそうなんですけど、まあ、フランスにならんじゃなくてギリシャそのものにならえっていう形でのフランス古典主義とは別の、古典主義みたいなものが、この頃はもう出てます。でさらにゲーテとかシラですね、シュテルムンとトランクってやって、これもやっぱりフランスへの反発として出てきたもので、ゲーテもベルテも規則でやるんじゃなくてもうちょっと情熱を信じてやってみようという形で、ちょっと暑くないですか？暑いですか？ちょっと下げましょうか。まあ、古典主義に対する反発だというふうな形でゲーテ・シラと対立させられるんですけど、まあ、実は違うというのが、まあ、一応今日の、最初のうんちく部分のポイントです、一応、このシュレーゲルっていう人もこのロマンス文学これを見直そうというふうなことを言ってるんですけど、その見直しの根がどこから来たかっていうのを考えると、実はシラから来ている。普通なんか古典主義シラでロマン主義と違うみたいな感じで言われたりするんですけど、そうじゃなくてシラから来ていると。
までのところで、あの古典主義っていうのがあのフランス的な3・1の法則とか守るとか隠立をしっかりやるみたいな、ああいう形の規則づくめの古典主義みたいなのがあるとしたら、まあ、それに対して天才とか情熱とかそういうのを脱出してムントドラゴがあると、でそういった状況の中でシラは考えて、規則で古典を読んでもダメだと、逆にその情熱で考えてもダメだと対立化してっていうので、じゃあ自分たちは歴史的に今どういった段階にあるのかというか、自分たちの原理はどうなってるのかっていうふうなことを、あのまあ関東なんかの影響も受けて問い直すようになります。で古代の原理と近代の原理っていうのは違うんだというふうな、2つのですね、まあ割と分かりやすいモデルを提示します。古代だとあのまあ彫刻に象徴させるんですけど、古代人はどうだったかっていうと、これがあったと、あの彫刻で考えると分かるんですけど、まあ明確なフォルムの中に調和した美を作り出すと、限界づけられたものの中で調和できるのが古代人であると。で自然との関係でも言うんですけど、あのギリシャ人は自然と調和して入れられたし、あのその文化も自然と調和したような文化であったと。でそれが近代に入ってくるという、近代というか、まあ、新しい時代に入ってくると、そうじゃないと、そういうのは調和が得られなくなってきている、自然とも遠くなってきたしっていうので、調和がなくなってくる。近代だと調和がないんですけど、じゃあその代わり何が出てくるかっていうと、無限の観念が際立ってくる。無限の衝動だったり、無限の現実化だったり、限定に対するまあ無限定というか無限ですね。こういうのが近代の特性であるというふうに言います。古代人は厳然するものの明確な形で意を感じられるけども、近代人はそうじゃなくて、あの理念だ、物そのものよりも物が触発するその印象によって意を感じするのが近代人であるというふうな、まあ、対立というか違いを出していきます。でそこからまあ素朴詩人というのは、素朴な方が、まあ、一応引用が、あります。ちょっと時間もかかるので読まないですけど、まあ興味ある方はちょっと1ページ目に知らないと、大体今話したで、まあこの古代人モデルっていうのはゲーテとかシェイクスピアも実はこれだという形で、まあ、単純に時代概念というよりはもうちょっと思索の原理みたいな形にまあ移行していくんですけど、一応まあこういうタイプがあると。でシラーはどっちかというとこっちの無限の方なんですけど、まあ、ちょっと無限って言っても漠然としてますよね。無限結構なんか魅力的な言葉ですけど、無限といっても 何があるかあって、先取りしてるとロマン派はこの無限の観念に結構やられてる人たちであるというふうにやる。で結構シラーの影響下で、出てきたヘルダーに、まずロマン派に入れるかどうかちょっと微妙なんですけど、まあ結構最近の読まれる人で、まあ、重要視されてる、この人もまあシラー一派から出てきてる。エルダーリンでノバーリンで、まあ、シュレーゲルで、まあ、初期ロマン派って言われる、まあ、この辺の世代なんですけど、まあ、ティークとか他にいろいろいるんですけど、大体この無限からあの無限がキーワードになるんですよ、まあ、一応この人たちを挙げておきたいと思います。で、ヘルダーリンはあの自然との調和が喪失したっていうことにすごいやられちゃってる人で、
あのギリシャへの憧れがこう逆に大きく出てくるような人で、あの調和が得られないままにさすらい続ける詩人みたいな、ああいうイメージが、まあ、イメージというか、まあ、そういう人の話を書いてる、そういうのを出るです。失われてるだけに逆に融和を求めると、そのなんですかパラドックスが一番働いてるのかな。あのロマン主義がまあなんか融和を求めるみたいなイメージあると思うんですけど、それは逆に調和がないからまあ融和を求めるっていうかな、まあ、そういうような力が、働いてると。でその融和へ向けた何ですか、ね、象徴するような、まあ、ちょっとロマン的対照的に分かる。こういうのとともに、まあ、具体的にはディオティーマっていう、まあ、女性なんですけど、そういうの女性像を立てて、その人とのまあ働きとか、その中でこう失われたものへのなんじゃないんだっていうふうにいうのがまあ盛り上がってくる。そういうような、憧れを触発するような、対象が重要になった。で、ヘルダリの場合は、ちょっと番称が難しくて申し訳ないですけど、ディオティーマで、ノバアリスっていう人の場合は、あの有名な青い花ですね。青い花を見た時から憧れが止まらなくなったと。ちょっと今日は具体的な作品の話になんか詳しくできないんですけど、まあ、興味あったら読んでください。ヘルダーリンだとヒペリオンというのがおすすめです。ノバアリスは正直おすすめできません。あまり面白くないと思います。いや、わかんない、面白いかもしれない僕はわかんないです。で、